夢ラジオ第1361回、今日は平成30年7月12日木曜日です。時刻は午後0時半横浜港北、お昼の0時回りました。今日は紫外線がとっても強い雲が降りた日で、しかも暑いですね。窓は開けたままですけど、今日は30度超えています。7月の夢ラジオ、今回はフッサールの現象学の理念取り上げます。現象学の理念、みすゞ書房から訳が出ていますね。フッサールのゲッティンゲンっていう大学での講義をもとにした。分かりやすいですね、現象学の理念。これについて今回はお話しします。しかもね、この1907年ぐらいの講義を、戦後のつまり40年以上経った1950年に出版したっていう、そういう経緯の書。しかもそれがみすゞ書房から日本語に訳されています。まあ、ただし、まあ、現象学って何だろう、あるいはフッサールって何だろう、もしくは現象学って限界はとか、そういうことを考えるときには、まあ、一番とっつきやすい書でもあります。いきなり遺伝とか読んでも、なんだいこれってなっちゃいますね。講義録であるゆえに分かりやすい。やっぱりこの書でもね、フッサールらしく純粋認識、こういう言い方をしてるんですよ。純粋認識、その純粋認識という、それへの可能性がある以上、自然的な態度、ナチュアリヒ・アインシュテルング、あるいは心理学の方法、こういうものはもう取れないと。純粋認識へ到達できる方法が現象学で示されているんだから、ぼんやりと、ああリンゴがあるなという、そういうノリの態度はもう取れない。あるいは全部心が生み出したものなのです、そういう態度も取れない。フッサールの立てる問いはこうですね。私があるものをね、まあ赤とかリンゴとかにしましょうか。赤いリンゴを認識するとして、その私の認識にあるリンゴが本当の客体のリンゴと一致する保証はどこか。赤いリンゴがテーブルの上にあるのを見たと私が思う時の、その私の思った認識と、その実在ですよね、客観というか客体というか対象というか、そのオブジェクトであるリンゴとの一致を保証するものは何なのか。ないんじゃないの、そこは疑わなきゃいけないんじゃないの、というのが、まあ現象学の出発点。そして、まあ夢ラジオでも何度もお話ししたエポケー還元、これによってその自分の認識の方法へと注意を向けようと、自分の認識の方法へと注意を向けることによって、より純粋な生き生きとした対象、事物が現れてくるんだ。
だからフッサールはこの本でこうも言ってるんですね。現象学が終わるところから自然科学は出発すると、ね、つまり現象学のこの方法、つまり認識に着目しようするとより純粋になるよという、ここで現象学は終わり、そしてより純粋になった認識で客体なり対象なりを見てね、そこから自然科学は始めてね、つまり現象学はサイエンスとは違う、自然科学とは違う、現象学は極めて哲学であり諸科学の土台である。すごいですね。現象学は諸科学の基礎となるものである。それは確かにフッサール的に言えばそうで、認識がそもそも学問の第一歩であるからには、分野問わず認識が学問の第一歩であるからには、その認識の方法を真正面から定義したこの現象学こそが諸科学の基礎にならねばならない、うん、もうなんか鼻息荒いというか、なんかフッサールの自負が見て取れる箇所ですね。フッサールの言葉、私がこれこれのものを知覚している、これは絶対で明晰で疑い得ない。テーブルの上のリンゴをね、本当にそこにあったのはおもちゃかもしんないし、ただそれをリンゴと思ったことは絶対で明晰で疑い得ない。また私が空想した赤いリンゴね、フッサールの言葉です。私が空想した赤いリンゴ、これに実在はない。ちゃんとフッサールそう言うんですよ。私がイマジンしたわけですから、そのそれに客観実在はないけれど、私の認識の中には私の認識の中にはそれは確実に明晰に疑い得なくあったある。ですから客体としての実在は問わない。現象学において客体の実在は問わない。あってもなくてもいいんですよ。何か別なものでもいい。それをそう思っている私の認識に注意を向けよう。これが諸科学の土台となると。ただしですね、まあ物理の先生に塾で、先生現象学って認識の方法に注意を向けるんだそうです、それが自然科学の土台になるはずで、その現象学の方法を元にしてさまざまな自然科学があるべきなんだと20世紀初頭にフッサール言ってるんですけど、物理においてこの現象学の方法って広まっていますかと私は塾で聞いたことがあるんですね。聞いたことありませんと言われてしまいました。現象学ってそんなに物理や自然科学の方法で広まったりもしていません、うん、フッサールがもともと考えたこの現象学の方法というのは、さまざまな諸学問ね、諸学問、特に自然科学に応用されるべきものだったんですけど、まあ自然科学の場合、赤いリンゴっていうのをね、さっきはほら思い違いとか想像とかっていう例を出したけど、普通テーブルの上に赤いリンゴがあったら本当にあるじゃないですか。普通おもちゃと間違えたりもしないし、リンゴをみかんと間違えたりもしないしね、赤いリンゴがテーブルの上にあるといった場合、普通やっぱあるんですよ、客観的に実在的に。だから自然科学としてはこういう現象学の方法っていうのは、まあ、それほど考えるに値しなかった。だってあるんだもん、ちゃんとこんな方法を使わなくったって。ただしですよ、じゃあ善とは何か、
悪とは何か、真理とは何か、理想とは何か、罪とは何か、こういう刑事上の話をするときに、はい、赤いリンゴがあるねというふうな感じで自然的な態度は取れないですね。こういう刑事上的な話題を扱うときに、実はこの現象学の知覚者の知覚の方法にこそ、ね、知覚者の知覚の方法にこそ焦点を当てるという、それは有効です。なぜ自分はある事柄を善と思うのか、これは客観的に善だから善なんだじゃなくて、なぜ自分はその行動なり言葉なりを良いことだと思うのかっていう、そこで判断を停止して、で自分、ね、客体への判断を停止して、ある行動やある言葉への判断をまず停止して、そして自分がそれを善だと認識するときの、その認識の方法をチェックしてみる。あ、これは有効ですね。ということから、あのフッサールはね、哲学こそ諸学問の土台であり、その哲学の土台の上に様々なあの自然科学も含め学問があるべきだと言いたかったらしいんですけど、やっぱり現象学というのはその後の展開、フッサール以降の展開を考えた場合、哲学の土台になった、あるいは形而上学の土台になった、こう言えるでしょう。つまり自然科学者はフッサールなんか知らないし、自然科学者は現象学の方法など知らなくてもその後何にも困らなかったけれど、さすがに哲学者はフッサール以降を自然に善とはねという話はできなくなった。自然にこれこれは正しいねということも言えなくなった。そうは言えるでしょう。ですからフッサール以降の、まあ、哲学者のビッグネームを挙げたとしても、例えばハイデガー、例えばレヴィナス、例えばサルトル、例えばメルロポンティ、あるいはその後のポストモダンの人々、まあ、全て現象学は一旦、通過してから彼らの議論はあの展開していますね。いや、それはその通りなんですよ。イメラジオ第1361回、今回はフッサールの講義録、現象学の理念取り上げました。ご視聴ありがとうございました。